日常運動のスプータニックへようこそ。さて本日のスプータニックこちら、ではごゆっくりお楽しみください。こちらサントリーのクラフトボスストレートティーを飲みたいと思います。ストレート癖のない味わいというものなんですよね。多分なあ、すがさしい甘さって書いてありますね、キャッチコピー。申し訳ありません、無視してました。でもストレートってあまり甘いっていうイメージがないんですよね、自分の中には。これはそれを覆すのかな。では早速飲んでみます。チャンネル登録よろしくお願いします。なんか甘さと苦さが変に入り混じって、これはどうなんだろうなっていう味ですね。まあ確かにほんのりと甘さは感じられるのですが、紅茶本来の苦味もしっかり生きていて、それがどこか調和が取れてないような、そんな感じがしましたね。ストレートティーなので苦いに振った方がより味が引き立って良かったかもしれません。なんか変に甘さを入れて失敗しているような、そんな気がしますね。まあまずくはないのですが、また飲みたいかって言われるとちょっと自分はないかなと思いますので、これはこちらの点数とさせていただきます。苦さに曲振りしてお願いしますね。次は何を希望してるんでしょうね。それでは風鈴や神経性胃炎癒すのと、風鈴でストレスを癒してほしいということなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。